リスナーのあなたに参加していただく大喜利コーナー少子が採点略して焦点紹介したものには少子さんが5段階で採点します下から波1点、梅2点、竹3点、松4点、そして三階松は5点ですでは今日のお題です今日8月11日は山の日で祝日ですそこで皆さんは新しい祝日を考えてみてくださいまず日付を言ってから水木さんが 何の日と聞きますので新しい祝日について教えてくださいではご紹介していきましょうはいはいまずこちらはですね、えー、熊本県はったりよしおさんです12月31日何の日お正月イブ <laughs> <laughs> 間違いないけどね。そうです、ね。<laughs> 一応年の区切りですからね <laughs> 分。分けていただいた方がいいと思いますけど。<laughs> はい、これは竹を差し上げましょう。はい、続きまして、えー、こちらはですね。えー、っと綱渡り。哲也さんは愛知県の方です。1月17日何の日田中？みずきさんみたいに自分の強欲さを素直に口にできていいなの日。<laughs> もう水木ささんんねね、はい、隠さないもん、ねうん、もうあのちゃんと自分の伝えたいことを言葉にしないと相手には伝わりませんよ。はいということです「いいな」の日水木さんの人でも言っていいでしょうかねはい、えー、こちらは竹を差し上げておきますね <laughs> はい、はい、続きましていきましょう、えー、こちらはですね「日、え、光、ー、で日光さんは千葉県の方です」「2月10日」何の日 桂相場さんが三回松を乱発した金サイト的一流万倍日 <laughs> よく覚えてんね2月10日です僕が埼玉県に営業に行ってた日です <laughs> ピンチヒッターで桂相場さんがね、はいえー、めったに出ない三回松を。 何発させたという <laughs> はい一流万倍日だったねあれねはい一流万倍日ね <laughs> 確かにそうですよかけ差し上げましょうイトシマポップさんです8月8日何の日タラちゃんの日えー、っとえー、っとなるほどいいねはい,、えー、<laughs> い,いこちらもう一つあります7月3日 何の日？絶対に梅や竹や松など取れない日、波の日。<laughs> <ー>波の日か。インサイト的な日ね。<laughs> はい、これも竹を差し上げますよ。はい。はい、えー。続きまして、えー、こちら、なっちゃんのパパさん久留米市の方。一月三日。何の日？親の遺産を考える日。<laughs> ああ、一月三日ね。もう一つありますよ。はい。 8月8日日何の日知らないおじさんからお金をもらえるパパの日 <laughs> こらこら <laughs> 知らないおじさんからもらうんじゃないの <laughs> じゃダメ,ダメよ自分のね<え>パパからもらいなさいそれはねはいこちら諏訪灘高祖さん神田町の方11月13日何の日トランプの J と K ジャックとキングで女子高生の日 J. K. の日、あ <laughs> あ、なるほどね。十一<ー>月十三日、もう一つあります。はい。十二月三十一日。何の日?。札幌ラーメンの日です。お <laughs> お、みそか。<laughs> おお、みそか。おお、みそか。 <laughs> なるほどね <laughs> ああそんなこと考えたこともなかったで,で、ね、大晦日かってね<笑><笑>大晦日かってなって塩の人もいるかもしれないバターラーメンの人もいるかもしれないねはいこれも竹を差し上げますはいどんどんいきますよ、はい、こちらは熊本県のいっちゃんさんです11月5日日何の日大人の日5月5日日のの半年とということで大人の日にしましたあ なるほど子どもの日があるなら<ー>大人の日もあっていいんじゃないかということですね。まあなるほどあってもいうことでね。じゃあこれは梅差し上げておきます。はい、続きまして、えー、今度は塩サバさん大牟田市の方です。11月7日。何の日いいなの日欲しいものを指さして「いいな」とねだることができる日。<laughs> ねねだる人は、ね、<laughs> 私みたいに言うんですよだからちゃんと欲しいものいいな欲しいなってねはいじゃあこれも竹を差し上げましょう,うーはいえー、っとこちらあ博多区の雑誌のプーさん8月20日から8月27日までの1週間何の日 お盆休みの帰省疲れを解消する習慣 <laughs> リハビリ一 <laughs>、えー、週間またね休みが欲しいんだっつうことですよねはいもう今渋滞とか大変ですからねそうですよね竹を差し上げます、はい、出次郎さんです五月3日何の日ゴミの日なので気づかれないように旦那を捨ててきますわは<ー>おいおい <laughs> 旦那かわいそう。<laughs> 旦那も気づかれないように、こう、すて、捨てな、気がついたゴミ捨て場にいる <laughs> あれって。怖い、怖い。はい、これも竹を差し上げましょう。はい。はい、えー、こちらは、ええー、ソフトたちおさんは、いわ、茨城県の方です。八月二十日。何の日。パンツゼロで、ノーパンで。八 <laughs> 月二十日。ねあ。もうすぐですね。<laughs> <ゼ>ロノーパンで、パンツゼロ、ノーパンで。うわ、もう一つありますよ。すね、面白いやっぱ、ソフト団長さん、もう一つね。二月二十日。何の日。ニップレスの日。<laughs> <laughs> この人そういうとこからが離れられないのかね <laughs> ソフトタッチオンさん <laughs> <え> <laughs> 下着とかそういうそう,、ね、そういうとこから離れてくださいよねはい竹差し上げましょうはい、はいえー、続きまして、えー、いきましょう今度は、えー、ねもういっぱいあるんでえ,ーね、これバンえどこだ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 はいこちらですねはいえっと佐賀県唐津市は晴れさんです え9月1日。何の日？夏休みの宿題を手伝ったお父さんお母さんたち寝不足のための祝日。あ<ー>あ大変だね。<laughs> そうですね。はい。終盤になるとね、ののこ工作作品とか。はい。じゃこれも竹を差し上げておきます。はい、はい。続きましてチャーリーさんです。12月7日。何の日？ 博多座に篠介少子兄弟会を見に行く日そうなんですよ<ー>昨日情報公開されること 12月7日月七日、はい、兄弟会博多座でまたやりますんで<ー>あ,ありがとうございますじゃあもうねあの予定をいはい予定一つよかったら12月7日がね,ね、はい、木曜日なんですよ木曜日木曜日博多座でやって8日金曜日金サイとがあると7日の夜は志の輔師と打ち上げがあるんですよ、うん、休んでいいこれ八日 <laughs> ダメです <laughs> ダメですかはい、はい、これも竹を差し上げましょうはい、はい、続きましてこちら横川断水さんです 八月三十一日。何の日?。試しに。蜂に。刺されてみたい日。いや、ダメだめだめだめ。<laughs> 蜂に。蜂に刺されてみたい日いやダメだめだめ蜂にに刺されてみたい。三十一日。<laughs> ね。アマフィラキシーとかになる人いますから。試しにはちょっとやめた方がいい,と思います、うん。気をつけましょう。はい、じゃ、あこれは梅を差し上げます。はい。はい、続きましてです。えー、こちらは。うんえー とエロゴルファー猿さんはあ愛知県の方6月89日ちょっと待って何の日筋トレの日6パックだからだよーんだってあっ何だこれ<あ>6パックに合わせて日にち作ってんじゃないか6月89日って何日なんだよ 6月89日 <laughs> ちょっとまあ今日祝日だからありとしましょうかシックスパックだから <laughs> だよんだってあよ <laughs> ふざけてんな <laughs> いいですねはい松差し上げます <laughs> だらねえな。勝手にひにっ勝手にっちゃうんだいやユニーク <laughs>。面白いですよね。はい、えー、続きましてこちらは、えー、ブラックザカ 4T8 さんは東区の方です。はい、8月8日。何の日？一年で一番縁起がいいかもしれないこの日。 私の誕生日なんです。ブラック坂法廷さん、バースデーコールがっつりお願いしますという。八月八日。八月八日。この間火曜日。ああ、もう誕生日。誕生日終わっちゃった。去年は確か読んだだけだったと記憶して。誕生日にそれ失礼いたしました。じゃあ、始めま八月八日。もう過ぎましたけど、ブラック坂法廷さん、お誕生日。おめでとうございます。おめでとうございます。花火が上がるかと思って上がらなかったね。 はいこんなんじゃあげないって言ってます <laughs> 竹を差し上げます。はい、ね。続きまして、えー、まだ時間あるよね、えー、いきますよ、はいえー、こちらはですね <laughs> いやこれ下ネタだったいやいやいんいけどね、まあ、はいや、ねねはいや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 日やのや 夏休みの宿題が終わってない子供たちのための。泣きの後一日追加記念日 <laughs> お。泣いたら追加してくれるの。るもう一日追加だ。お休み増える。ね。<あ>いいね。泣こ, <laughs> <laughs> 泣こう。子供たちのため。竹差し上げます。<laughs> はい、はい、こちら南野しんちゃんさんです。三月二十一日。何の日。抜け毛の日。三。 二一だんだん減っていく <laughs> カウントダウンして三二一ポロポロって <laughs> 切ない日だねうわーはーい切ない竹差し上げます <laughs> はい、はい、続きまして <laughs>、えー、こちらはですね間田モ太郎さん小林の方です八月九日を休日にします何の日田中瑞樹さんを見て キュンの日です <laughs> これもう明らかに水木さんの笑い狙いというか水木さんのよいしょねらいあざといね感じですが <laughs> はいじゃあこれは梅を差し上げておきますよ梅ですはいちょっとすいません笑いが、はい、もう少し笑いますいはいやいやいや普通で普通で笑ってくださいねはいえー、続きまして、えー、こちらは 北九州市文字句は、えー、田中瑞稀は「俺のものさ」は現在47点 2>, <ー>、はい、2つ目かかってますよ「はい、令和11年9月7日」と「令和12年7月8日」「何の日 RKB ラジオしか聞けない日」「北九州局 1,197kHz」うんうん「福岡局 1,270kHz」から考えました。 うわ RKB ラジオのことありがとうございますありがとうございます、はい、えー、47点ですが、うん、ええー、波を差し上げますので、えー、もうちょっと頑張っていただきたいとぜひまた引き続き RKB ラジオよろしくお願いいたしますはい本当お願いしますはい、えー、続きまして、えー、こちらはですねはいえー、っとやめの勲さ,さんですはい 十一月二十九日。何の日？英語ランクの牛肉を食べる日。いい肉。うん。いい肉。英語ランクね。これさ、いいよく英語ランクのって聞くけどさ、はい、英語ランク以外って何があるんだろうね。A 四とか。 うん。ビー語とか。ビー鉛筆みたいな。ビーってあんまり聞いたことない。英英英語英語とかあるのかね。英一から五ね。よくわかんないけどね。もう一つあります。八月六日。何の日？ハムを食べながら日本ハムファイターズを応援する日。 これ反対じゃないのよくさハムを食べるって言って例えばの他のパ・リーグのチームがハムを食っちゃうということでねハムを食べたりするのが応援するんだはこれハムは日本ハムしか食べないってことだね売り上げに貢献する他そうですの会社のハムは食べないってことですねはいもう一つ八女勲さん4月10日何の日 私の愛妻、幸子の、そして聖子ちゃんの誕生日。<laughs> そうですか。おめでとうございます。おめでとうございます、はい。読んだだけにしておきます。<laughs> お幸せで、何よりでございます。<laughs> えー、続きまして、えー、こちらは。米とひき肉さんは岐阜県の方です。す十一月二十九日。何の日言。言いにくい日ということで。 上司の気になるハエギを指摘する日 <laughs> 言いにくい日なのに言いにくいのに言っちゃうんだ <laughs> 上司あのあのすいません課長ちょっと生え際んか交代してませんか <laughs> そこみたいな言いにくい日<ー>あえてね言いにくいことを言う日うん、うん、まあねじゃあこれも竹を差し上げておきますえ続きまして、えー、こちらはえっ、ー、とね ではい、えー、こちらはああ <laughs> <laughs> 関野智春さんちょっとメッセージありまして先週初の松を松をいただき覚悟していた寸止めを食らうこともなくまさかの一気に二つ目昇進させていただきましたうん、うん、ありがとうございます現在51点ス、うんえー、あのいた,だいたこれサイン入ったお二人の力借りて。 頭を叩きながら知恵を絞ってますと、はい、いうことで、はい、知恵を絞った作品です九月三日何の日おならの日草 <laughs> こら <laughs> こら子供か <laughs> <laughs> せっかく二つ目昇進して <laughs> もっと叩いた方がいいんじゃないのもっと叩いてください草おならの日だって <laughs> くだらね <laughs> <laughs> いやでもこういう,いやいやうストレート でも美月さん笑ってるし<笑>,笑っちゃうとこれなあげなきゃいけなくなるじゃないいやでも面白いじゃないですか,い,ですかいきなりちょっと関野智花さんセンスで頭たたいて「さっ <laughs> おならの日待つ差し上げます」<laughs> はい頑張ってくださいね <laughs> はい え続きましてこちらはコンバットやる気満々さんのメッセージがありまして「金彩とっていう面白い番組ありますよ」と紹介して私よりはるか後から参加したミスキャストさんがえ私があまりにも没続きでかなり差をつけられてしまってます今週は取り返し週間として挑戦させていただきます水木さんの笑いのスイッチを押せますかねということでそれでは「1月1日と8月7日」 何の日いい日の休日と嫌な日の休日あいい日と8月の嫌な日ということでスイッチは押せなかったようです <laughs> 読んだだけということで今週もたくさんご応募ありがとうございました <laughs> 私申し訳ない気持ち <laughs> またミスキャストさんに差をつけられたかもしれませんということで来週も頑張っていただきましょう、はい、ここで来週のお題を発表いたしましょう、はい 8月18日は米の日です米の字を分解すると「88」になることからこれ日付の由来になっているんですけれども、ええ、朝食はご飯派それともパン派とよく言いますがあなたも金サイト的二択を考えてみてみくださいまず先に「まる究極の2択」ですと言ってください水木さんが「その2択とは?」と聞きますので答えてください 例えばこんな感じです。はい、半身浴究極の二択です。その二択とは？上半身派か下半身派。<laughs> <laughs> 大概上半身派でしょう。<laughs> 下半身は何分持つ？<laughs> いやあ、半身浴ね。<laughs> 半身浴ね。え、下半身をつけるのが、はい。<あ><通>半身浴だか上,上半身 はえ上半身派っていうのはこれどっちこれ下半身派っていうのが上半身を上げてる方かそうかそ、ね、ういそうかそうかそうかそういうふうにそういうふにもう一ついきますはいその二択とは目玉ハハハか 目玉親父めったにいないからなねでも目玉親父いると楽しそう <laughs> 楽しいけどね朝食にしちゃいけませんけど <laughs> さあこんな感じで、えー、来週考えてみてくださいはいお一人いくつでも送っていただけますメールファックス金サイトの「X」そして番組オンエア中は LINE の公式アカウントでもお待ちしていますメールは「金」「アットマーク」「RKBR」「ダット JP」「ファックスは」は0 9 2 8 4 4の8 8 4 4 SNS の場合は漢字で金、カタカナでサイトと検索してください。たくさんの投稿お待ちしています裏裏には裏がある表ばかり見ていると、羨ましいし、恨めしい。なら見てみよう、裏側を。聞いてください、裏話。努力はきっと裏切らない。 裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原珠日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送ポッドキャストでも同時配信しています。